皆さんこんにちは。こんにちは。あ、めっちゃいい返事ですね。教授の柴田と申します。お願いします。お願いします。教授、今日はね、ちょっとある紹介したい人間がいる。はいはい。まあみんなやっぱこの情報社会になってくると人間関係とか気の使い合いとかやっぱり疲れてくる部分があると思うんだよね。そんなわけでこちら、あのピンってやったらスライド変わるシステムない？ないですね。ないです。ないですね。自分でこうやってください。あと見してください。ないなら自分で押すのみ。そっちで攻めてくるのかな。あ、もう似てます。ああ、いいですね。すいません。今回紹介する人間、はい、現代社会にとって必要な人間、人々に癒しの心を与え本物の愛を知っている男、こちら。でしょうね、うんうん、そういう動画ですかね、うん、この男柴田雄介。まあ見た目は諸説あるんでしょうが、彼は本当に素晴らしい人間だということを今回紹介していきたいと思います。見た目が諸説。画質いいな、その写真。専属カメラマンに撮ってもらったあ、なるほど。いい質問だ。あ、すいません、ありがとうございます。この写真個人的に嫌いなんだよな。ではスペックを見ていきましょう。平成5年12月30日生まれ。そして妻子持ち。妻子持ちというのは、友達および付き合っていく上でやはり重要な信頼となるステータスになるんではないでしょうか。そして偏差値県内ナンバーワン、はい、理工学部でナンバーワンの、私立大学に入学しています。そうなんだ。私立だからおっと失礼しました。イノベーション入ってこないな。次はこちら。おっと、忘れたようだ。何だったか。次が何だったか。この質問に答えれる人。いやーだ。いや、難しいっすね。はい、そこの。学籍番号378です。あ、うん。カットでお願いします。ピーで。めちゃくちゃ名字言ったな。ピーで。大丈夫か？ピーでお願いします。あ、多分次は、特技じゃないでしょうか。特技？一番大事だと思います。なるほど。はい。いいセンスだ。だが、これは、なんだったっけな、ちょっと押してみる。愉快である。愉快である。先生、愉快であると出てきた。ということは、柴田雄介は基本的に愉快な人間であるということ。うん、まあそうですね。出てきたってこと。そうですね、やはり、ブラック企業など、さまざまな人間関係の、いや、怒らない。これは重要なファクターだと僕は思います。一緒にいて気を使わない、うん、そういう人間こそが柴田雄介。なるほど。友達として最適の男ではないでしょうか。素晴らしい。おや、あ、これ鼻くそですね。人生で2回目だからな、もうこれ見る。鼻くそがオレンジということは彼は毛細血管からちょっと出血をしているということですね。粘膜が弱い。いや、褒めてんの、受け流してんの。はい、皆さんここ重要です。皆さん友達などに誕生日プレゼントあげ忘れたことありませんか？ありますね。その時ってちょっと申し訳ないっていう気持ちとか、相手怒んないかな、拗ねないかなとか、そういう感情湧いてくると思います。でも柴田雄介ならこんなことは起こる必要は一切ありません。その柴田雄介の行動をまとめたグラフを、円グラフをね、用意したんで、ちょっと見てもらいましょう。はい。はい、こちら。40% 気づかない。34% 逆にプレゼントをくれる。なかなかいいですね。はい。13% お年玉に期待。12% の確率でブチギレてはしまいます。これは、彼の誕生日12月30日ということもあって、クリスマスとお正月に挟まれている、うん、非常に都合がいい、非常に都合がいい男になっております。 0.824 どこ行ったのよ。さっき怒らないって言ったのに 12% ブチギレるんですね。計算が早い。ブチギレるだろうね、しかも。おダブル。おっと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 
またうちの息子がやらかした。あれ3ヶ月僕ね、息子がいるんですよね。やっぱり僕のこういう仕事邪魔しちゃうんですよね。新生児だよね。これやばいね。なんか情報社会だね。情報社会。あ、ちょっと携帯やるな。もしもし、もしもし、妻、ちょっと息子に代わってくれる？うん。おいおいおい、父さんの仕事と邪魔したらダメだぼ。ついにダメだぼ。ついにつ先生、もう、あ、愛してる。最後に言いたかった。愛してる。誰も知りそう。よく見えてるね、今。息子に、こういう愛してるという、愛という形で諭していくスタイル。やはり現代社会に必要。巻きます。ん？ただの言い分ないです。そして私、不細工だと思われがちだと思いますが、ここ数年の顔面偏差値の推移を見てみましょう。これが、青い方が、僕の顔面偏差値を表したグラフになります。はい。ちなみに100が山田涼介になりますね。偏差値100って何？最強じゃないか。そしてこの比較対象の赤色の方、これは東海オンエアのリーダー、哲也ですね。哲也の顔面推移。全然ないですよ。まあそれは正しいですね。彼は年々やはりブサイクになっていくにつれ、やはりグループ内の絶対的な顔面偏差値というのは保存されるので、私が上がっているということになります。初期の芝居よりも。そうですね。やはりもうこのままいけば2018年は私は山田涼介ということになります。